サフランの取引と利用。サフランは三千年以上もの間、調味料、香料、染料、医薬として使われ続けてきた。この記事では、そうしたサフランの取引と利用について解説する。香辛料のサフランは、サフランの中東、メシベの先端から得られ、一グラムあたりでは最も高価な香辛料の一つである。メシベを乾燥したのものには苦があり、 し草に似た香りがする。サフランは西南アジア原産であるが、最初に本格的に栽培されたのはギリシャである。サフランの最大生産国はイランであり、世界の総収穫量の半分を占める。古代でも現代でも飲食用に使われる場合がほとんどである。この習慣はアフリカ、アジア、ヨーロッパへと広がっていった。南北アメリカでは焼き物、カレー、 酒に使われた。古代には、サフランは医薬として、胃腸薬、ペスト、天然糖などに幅広く使われた。近代の臨床試験では、抗がん剤、老化防止にも効果がある可能性が示されている。また、サフランは、織物などの染色にも使われた。その色は、多くの場合、宗教的や階級的に重要であるとされてきた。サフランの栽培は、 地中海南西部からカシミール、中国までのユーラシア大陸南部地帯で幅広く行われた。特にイラン、スペイン、インド、ギリシャが世界への供給源となった。アメリカ大陸ではペンシルベニア州のシュベンクフェルト派の境界で栽培が始められた。近年ではニュージーランド、オーストラリアタスマニア州、アメリカ合衆国カリフォルニア州でも栽培されている。 サフランは、西は、地中海から、東はカシミールまでの広いベルト地帯で生産されている。その他の地域でも、南極大陸以外では、ある程度生産されている。世界の年間生産口は、糸状、粉状を合わせて、約300トンである。このうち、最高級とされる、クーペの生産口は、1991年実績で50トンで、ある。イラン、スペイン、 インド、ギリシャ、アゼルバイジャン、モロッコ、イタリアの順に生産量が多く、イランとスペインだけで世界生産量の80%を占める。その他、オーストリア、イギリス、ドイツ、スイスなど中北部ヨーロッパでも生産されている。このうち、スイスバレー州のムント村では、年間数キログラムしか収穫がない。このような極小量生産は、タスマニア、オーストラリア、 中国、エジプト、フランス、イスラエル、メキシコ、ニュージーランド、トルコ、特にサフランにちなんで名付けられたサフランボ、カリフォルニア、アメリカ合衆国、そしてイラン系アメリカ人によるアフリカ中部でも行われている。サフランが高価なのは多数の中東を手で摘み取るときに熟練を必要とするからである。サフランの中東にだけあの独特の香りと味がある。 その上、それを、小取引するには、ある程度の量を確保しなければならない。1ポンドの乾燥サフランを取るには、約5万本の花が必要で、その工作面積は、サッカーのフィールドと同じくらいの席、約60メートル角が必要である。7万5千本が必要とする資料もある。これは、サフランの品種によって、中等の大きさが異なるためもある。しかも、収穫は、 サフランの花が満開となる一時期に行わなければならない。1kg の乾燥サフランを得るには約40時間が必要であり、そのため収穫期には驚異的な忙しさとなる。例えばカシミールでは何千もの農作業者が1週間から2週間の間、昼夜を通したシフト勤務で収穫を行う。採取した中等はすぐに乾燥が必要であり、 それを怠ると売り物にならなくなる。伝統的な乾燥方法では、細かい網の目の上に広げ、炭かきで加熱した摂取30度から摂取35度のオーブンの中に10時間から2時間入れる。乾燥後はガラス容器に密閉する。通常のサフランは、おしべとめしべを混ぜたものである。おしべには、香辛料の効果がなく、着色料の役割を果たす。色は、 黄色というよりも赤かオレンジに近い。比較的低級のサフランでも500米ドル、ポンド、1100ドル、キログラムであり、西洋では1000米ドル、ポンドである。小売価格はその10倍になる。もっとも、どの用途でも必要な量は少しである。医薬として使われる場合は、数グラム、料理に使う場合には、糸数本分である。 一ポンドあたりの糸数はおよそ7万から20万である。良質のサフランを入手するには熟練が必要である。糸が鮮やかなシンクをしており、わずかな潤いがあり、弾力があるものが上質である。逆に商人から敬遠されるのは赤レンガ色をしているもの、古い。瓶の底に粉があるもの、古く乾いて、脆くなっているである。このようなものは、 はざ回の6月に多く出回る小売業者が前年のものを売り切ろうとするからである。そのため信頼できる卸業者は必要な量だけ買うように進める。はざ回が年の途中にあるため信頼できる卸業者、小売業者が取り扱うザ・フランには2002-2003のように2年分の年が記入されている。この例は2002年後半の収穫であることを意味する。 サフランが料理に使われるのは、インド、アラブ、中央アジア、ヨーロッパ、モロッコなどである、ポルトガル料理、モロッコ料理、キューバ料理、メキシコ料理などを参照。その香りは調理師や料理評論家によって、蜂蜜、芝生、干草、金属などに例えられている。味は干草に例えられることが多いが、基本的には苦い。色は、 木かオレンジの蛍光色であり、同時に使われる食材もその色に染まる。これらの特徴を生かすため、焼き物、チーズ、菓子類、カレー、酒、肉料理、スープなどに入れられる。インド、イラン、スペインなどでは、米料理によく使われる。スペイン料理には、サフランの風味をつけたが使われることが多い。例えば、香辛料を加えた米とひき肉で作られた。 バレンシア風パエリア、魚のシチューであるサルスエラなどの料理が有名であ。ファバダ、アスティリアス風白いンゲン豆の煮込みにも使われる。フランス料理では、ブイヤベース、イタリア料理では、ミラノ風リゾット、スウェーデンのパンの一種ルセ勝手にサフランを使う。モロッコ人は、煮込み料理にサフランを使い、そのバリエーションに、ケフタ、ムクアリ、ムロージアがある。サフランは、 モロッコの混合香辛料の成分でもあり、様々なモロッコ料理の味付けに使われる。インド料理では、米料理のビリヤーニーにサフランを使うこともある。例えばの一種パッキである。ミルクを使ったデザートに使われることもある。その例として、グラブジャムン、サフランナッシーなどがある。サフランは、高価なため、料理ではベニバナ、ウコンを混ぜるか、あるいは完全に代用させることも多い。 共に、サフランと似た色になるが、味は全く異なる。サフランは、特に、イタリアで、菓子や酒に使われる。シャルトリューズ、イザラ、ストレガは、サフランで色と香りをつけた酒である。サフランを、調理済みの料理に加える場合には、料理に加える前に、砕いて、10分ほど水やシェリー酒に浸すと良い。すると、液に、サフラン糸の色と味が抽出される。 ただし、粉状のサフランはそのまま使った方が良い。その抽出液を温かく調理された皿に加える。そうすれば、焼いて調理した料理や、濃いソースをかけた料理にもサフランの色と香りをつけることができる。サフランのハーブ療法は、昔から民間医療に使われており、迷信も多く含まれている。まず、工夫剤、腸内のガスを取り、痛みを和らげる。 月経促進剤、骨盤血流を強化するとして使われた。中世ヨーロッパ人は、呼吸感染症や、呼吸障害、例えば咳、風邪、症候熱、天然痘、癌、低酸素血、喘息の治療に使った。また、不眠症、麻痺、心臓病、誇張、胃の不調と障害、痛風、慢性の子宮出血、生理痛、無月経、月経不順、夜泣き、 岩病などにも使われた。古代ペルシャ人、エジプト人は、サフランを、美薬、食中毒、遺炎、赤痢、マシンの薬として使った。ヨーロッパの開業医は、特徴説に基づいて、黄疸に対して同じ黄色であるサフランを治療に、使っていた。近年の研究では、サフランに含まれる、クロシンなどのカロテノイドにより、抗がん性、抗変異原性、 免疫調節機能を示すことが示唆された。黒真類炎体であるジメチルクロセチンは、マウス腫瘍細胞や人白血病細胞に対し、増殖抑制作用を示す。サフラン抽出物は、マウスの複水腫瘍乳がん、扁平状皮がんの成長を遅らせ、南部肉種の発生率を低下させる。ジメチルクロセチンは、DNA が、 チミジンを取り込む過程で、E 型 DNA トポイソメラージェに対し阻害作用を持つと推測する研究者もいる。つまり DNA の位相機化学的な変換を抑制し、悪性細胞における DNA の合成や複製を抑制する作用がある。悪性腫瘍に対するサフランの薬理学的効果は、インビトロ、試験管内及びインビボ、生体内での研究が発表されている。 その研究によると、サフランは、各種悪性腫瘍、ドルトンのリンパ腫腹水、DLA、エールリッヒ腹水がん、EEC、s 1 8 0肉種を移植したマウスの寿命を、伸ばした。マウスの体重 1kg あたり 200mg のサフランエキスを傾向で投与した場合、投与しないマウスに比べて寿命が111.0%、83.5%、83. 112.5%となった。これは無投与マウスという異差があるとは言えないことに注意。またサフランエキスは培養された DLA-EEC-P38 倍と S-180 肉種に対して細胞毒性を示す。このようにサフランは新しいがん治療薬の開発につながるシード化合物としての可能性がある。傷の治療 生顔作用のほか、酸化防止剤の役割も果たす。酸化防止剤はラジカルを中和するため、老化防止の効果も期待されている。例えば、サフランのメタノール抽出物は高い比率で d p p h のラジカルを中和する。これは、サフランに含まれるサフラナールとクロシンが活発に、プロトン共有体として作用するためである。500および 1000ppm の濃度で、 ラジカルの50%、65%が無効化された。なおサフラナールの作用はクロシンよりも小さかった。このような酸化防止特性により、医薬や化粧品、健康補助食品への応用が期待できる。ただし、サフランは毒性も高い。煎じ薬として与える場合、毒性の指標である LD は 20.7g、kg である。サフランが効果であるにもかかわらず、 特に中国とインドではサフランを繊維の染料として用いた。その色は不安定であり、当初は鮮やかなオレンジあるいは黄色を見せるがすぐに退色した青白くあるいはクリーム色になる。サフランのおしべは少量でも明るい黄色あるいはオレンジ色を呈する。サフランの量を増やすと濃い赤の色相となる。伝統的にサフランによる染色は 上位階級専用であった。ヒンドゥー教、仏教の僧は、サフランで染色した種と、オード色のローブをまとっていた。中世、アイルランドやスコットランドでは、裕福な修道士がライナと呼ばれるサフランで染められた、長い朝のシャツを着ていた。組織学では、顕微鏡観察用の細胞の染色に、フロキシン、サフランの混合物を利用した方が使用される。サフラン色を、 安価な染料で定食する試みもなされてきた。まず食品にはウコン、ベニバナなどが使われてきたが、サフランの明るい黄色がかった色を再現することはできなかった。その後、口なし族の一種で実にクロシンを含むものが見つかり、それをサフラン染料代大物として使用する研究が中国で行われている。ヨーロッパでは、史上サフランは、 アロマオイルの一種クローサイナムの原料として欠かせないものであった。クローサイナムはアルカネット、ドラゴンズブラッド、ワインなどから作られる。クローサイナムは紙につける香水として使われた。また、サフランとワインを混ぜた芳香剤がローマの劇場におびただしく使われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。